人権手は、大韓民国のソウル特別市出身のプロ野球選手、宇藤左だ。新市高時代は2005年に A 都市打撃賞を受賞するほどの活躍を見せた。しかし、守備、走塁の実力は他の候補生に比べて劣っており、精神面も弱いとして、プロ野球チームのスカウトの評価は高くはなく、ドラフトで指名する韓国のプロ球団はなかった。そのため、 2006年に申告選手として、トサンベアーズに入団した。2006年中に一軍出場を果たすと、2007年シーズンは開幕から一軍に登録され、99試合に出場して、当格を表した。2008年シーズン途中の8月に開催された、北京オリンピックの韓国代表に選出された。同大会では、予選リーグの日本戦で9回表代だとして、 起用され、岩瀬人則りから決勝タイムリーを打った。シーズンでは持ち前の高い打撃技術に磨きがかかり、球種、コースに関係なく左右に打ち分ける打撃を披露。打率、357、168アンダーで首位打者、最多アンダーのタイトルに輝いた。新国選手出身の選手としては初の首位打者だった。一方、 韓国シリーズに出場するも対戦した s k ワイバーンズに激しく警戒され、5試合でわずか1、安打に抑えられた。トサンも2年連続で SK 相手に韓国シリーズで敗れてしまい、本人も大きな挫折を味わった。2009年はシーズン開幕前の3月に開催された第2回、ワールドベースボールクラシックの韓国代表に選出された。同大会では、 外野のレギュラーを占め、大会通算打率393を記録し、大会ベストナインの指名打者部門を受賞した。シーズンでは、都産の主力打者として大活躍し、自身初の20本塁が100打点を記録、チームの打撃三冠王となり、2年連続の最多安打のタイトルを受賞した。驚異的に安打を打つので、韓国では彼を機械熊と呼ぶようになった。 2010年シーズンも24本類が89打点の成績で、都産の打撃に冠応として活躍した。しかしポストシーズンでは、準プレイオフ、プレイオフを通して、打撃不振で先発から外れることも多く、都産のプレイオフ敗退の大きな要因となった。2011年シーズンでは打率こそ下がったが4年連続で3割を記録し、 チーム最多の91打点を記録するなど主力として活躍した。2012年シーズンは5年連続で規定打席に達したものの打率3割を切った。2013年は開幕前の3月に開催された第3回 WBC の韓国代表に選出された。同大会では1次ラウンドで敗退となった。シーズンでは2年ぶりに打率3割を超えた。 2014年4月29日に通算セムアンダーを達成した。2015年10月10日に第1回 WBSC プレミア12に韓国代表に選出された。同大会では大会 MVP を受賞。オフには FA 権を行使した。2015年12月23日に MLB ボルティモアオリオールズと2年700万ドルで契約した。 2016年は、シーズン開幕前にスプリングトレーニングの試合では、無安打が続くなど苦戦し25打席目に、ようやく内野安打で、初安打を記録したが、球団からは、調整ができていないとして、マイナーリーグ降格を打診されるが契約を理由に、これを拒否した。だが、レギュラーシーズンに入ると復調。2番、左翼手に定着し、打率3割2分9輪3本塁打を、 記録するなどしていたが、7月11日の試合で、右太もも裏のハムストリングを負傷し、前半戦を終える。復帰後は、比較的コンスタントに出場機会を得て、最終的には95試合に出場。打率、302.6本塁が、22打点、オプス0.801という成績を記録した。他方、守備面では不振に終わり、91試合で、 左翼手の守りについて DRS は引く13に終わった。ただ、失策はなかった。ポストシーズンのワイルドカード、トロントブルージェイズ戦にも出場した。オフの11月15日に第4回 WBC の韓国代表に選出されたが、2017年1月12日にチームから許可が下りず辞退した。2017年7月29日に、 ジェレミー・ヘリクソンとキンセントのトレードでギャレット・クレイビンジャー、インターナショナル・ボーナスプールと共にフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。11月2日に FA となった。2017年12月19日に LG ツインズと4年契約を結び韓国プロ野球に復帰した。彼のト産への保証選手には流在広が選ばれた。2018年は打率362で、 韓国プロ野球では10年ぶり2度目の首位打者となった。2019年はオフの11月に開催された第2回 WBSC プレミア12の韓国代表に選出された。同大会では決勝で日本に敗れ準優勝となったが同大会は東京オリンピック予選を兼ねており開催国である日本を除きアジアオセアニア 最上位だったため韓国は出場権を獲得した。ありがとうございます。